まあまあや。え、どういうこと？この船が550万で作ったんやけど、うん、え、三菱の500、三菱の500800、まあエンジンはそんなもんやね。バンってて、お前もう潮が早いわ。ああ、次なら、うん、中火してから行こうがいいや。もう2時半に出るって言うて、もう下がってくる。誰が？そういう5人、シュウさんと。ヘボに乗せてってくれる？かわいらしい帽子やん。帽子がかわいらしいって。おー、リュウちゃんがリュウちゃん慣れのものと。どこの？密漁？密漁帽子。あ、ああサメネット外してみてもろてきた。あ、ほうな。今日タチ釣りに行きますか。タチ釣りに行きます。釣れる？あ、ちょっと声が今悪いね。あ、さっき竹子に聞いたら潮が早いって言った。もう潮は早い。ね、まあまあ行ってみてからやね。行ってみて、まあ一匹二匹取れたらいいな。いや、ドラゴン行きましょう。ドラゴン。やるでよ。なんでリュウもいつもかかとを踏むん？めんどくさいけん。めんどくさいけん。そういうこと靴。そういう靴で。そう、こういう。それはそうよ。これは違うやろ。俺もほら、こういうように。漁師適当でございます、本当に。うん、もうつけてない。つけてこんかったん。聖母にこれ心臓で作ったん。心臓線で作ったん、うん、なんぼした？4000万とか3000万とか、なんか、うん、え、せんのするもんかい。3000万せんするわけがなくなる。ほうな。いや、エンジン込みよ。ほうな、エンジン込みでね、うん、まあ、もう1500ぐらい。え、安いね。船自体が私が作ったのに渡そうか。550万だ。え、どういうこと？この船が550万で作ったいうこと、うん、え、もう24年前になって安かったいうこと？相場が、はい、え、1500万で作るのこの船。安いか高いかは知らんけど。安いやない。これエンジン何本やった？エンジンが800万ぐらいだったのかい。長いと三菱の500、三菱の500、800、まあエンジンはそんなもんやね。ほう、安いね。これは550。でも今作ろう思ったら、でも渡してあげて。 あれやね、1500万。安いね。ローラーやないね、入れてぐらい、うん、あ、ローラー入れて、ローラーしてるで1500万、うん、今でもその値段なのか。やっぱ全然違うん。24年前だけやよ。ああ。24年でこれは綺麗なね。扱いやね。適当そうに見えて綺麗な。だから聖母にで。うん、いや、聖母に適当そうに見えんやろ。もう見るからに綺麗好きやけど。いらもつむんだくらいやけど、うん、今竿が当たったんすか。折れへんの、折れへんの。うん、今当たった向こうに。大丈夫やろ。うん、騙しつけてみるか。え、拠点屋でやろう。騙しつけてみようか。広いピキコだけねや、うん、え、それやったら餌なしでやろう。うん、
これで豚も食うの。一匹は釣ったんはい、うん、これでやります。これにどれをつけたらいい。僕これでやってみます。釣れるんやね、こんなの。腕次第だそうです。昨日、うん、昨日派遣初めてやってみたやつ。一匹もこれで釣れるんやったらこれでいいわね。そうなんね。まあやってみます。いろいろね、餌組とワーム組で。から出て5分ぐらいですね。そういう場所でやってます。いいやな、それあんなもんか。立ちやけど外れた。いや、ついたやな。あったな。急に来るね、やっぱ髪やね。おろやっぱ立ち多い引くね。え、立ち多い引くね。お、まあまあやん。うまいこと外れたね。3本ぐらい、3本以上あるやな、ね、やっと釣れました。このようにみんなが釣るとか当たりだ、あれやろ。
やっぱ立ちよう引くね。お、いいね。指3本ぐらいかな。3本ないぐらい。怖い。やっぱたまに釣ったらボロボロになるね。1時間半ぐらい釣ったんですかね、あのシュウさんが2匹釣っただけなんで、他の人はねもう当たりもほぼほぼないっていう状況なんでね、あと10分15分釣って、もし釣れなかったらこれで帰ります。まあ、もうちょっと頑張ります。お、当たった。奇跡や、当たりゼロやったのに。あ、抜けた。外れた。外れた。外れた？おるやん。あ、上げてきたよね。引きはどうですか？あ、軽い。まあ、立ち分からんけんな、上がるまで。お、あ、でも大きいやん。大きい大きい。おお。さあ、四本ぐらいあるやろ。ね。取らなかったぞ。はい。取ったこと取ってきたか。いや、これ突き上げよったんやけど、ね。突き上げよった。餌にしたよ。泣いても笑ってもこの1回でこれで僕は言い訳できんよ。それで確かだよ。
盛り合わせ3つぐらいの盛り合わせ3つと、はい、ペーパーと盛り合わせ3つぐらい、はい、ちゃんと取っとるけんね。ピザ。2枚、はい、うん。塩で怖いのはないの、前だけど、波で怖いのはないの、トーニングぐらいはないと、多分かからないな。小さもぐらいの。岩とは僕がピンコバリやったら、1枚もやったら、1匹もかからない。ああ、軽みがない。魚が。ワイがない。